初心者の副業どれがおすすめでしょうかってことですね。何がおすすめでしょうかってことなんですけども、僕は、こういう YouTube の集客、動画を作っていくのがいいかなと思います。で、ご自身のサービスをですね、まず販売できるもの何でもいいので、あなたの、サラリーマン、まあ、営業マンだったら営業のノウハウとかですね、まあ事務処理がすごい早いと、まあ、その交通ヒントをまとめたものとかですね、 PDF、 音声、あの動画何でもいいんですけども、これをですねまず用意した上で、YouTube 動画でですね集客をしていくと、で概要欄の方に、あなたのページを記載して売っていくっていうのがいいかなと思います。で、まあ、ブログ記事をコツコツ書くっていうのもやっぱり時間かかってしまいますし、あとクラウドソーシングもですね、まあ、単価が安いと仕事がたくさん受けなければいけないと、で忙しいばっかりでですねどんどん時間取られてしまう、その割に稼げないとなってしまいますので、まあ、僕はですねこういうご自身のサービスを販売するっていうのをやっぱり、早めからお勧めしています。